動画の皆さん、トイレットタワーディフェンス楽しんでおりますかっちゅうことで、この前のアップデートで、このね、ポストオフィスってやつが追加されたの。まあ、多分初めてトイレットタワーディフェン多分今日やる人いるじゃん。たるきちやったことないんでしょ？なんか服装が変になってるけど。ないって。あのさ、1ヶ月近く動画撮ってるけど、なんで1回もやったことないんだってことなんですけれども、ポストオフィスって何かっていうと、いわば視聴者からギフトしてもらえるんですよ。トレーディングプラザっていうところは、交換するっていう感じなんだけど、ポストオフィスは ID を打つことによって、こんな感じで、例えば、これ、名前は今モザイクかかってるけど、ピネって、死ねって書かれて、ファイヤーワーク、カメラマークが送られてきたりとか、ほら、ラージ TV マン好き、みたいなね。セリフと一緒にキャラクターを送ることができるっていう素晴らしい機能です。で、今回は、この、視聴者からもらった、キャラ縛りと、いうことでトイレットタワーディフェンスやっていこうかなと思います。動画班の皆さんにもおそらく届いてると思います。そのキャラを装備してもらって実際に遊んでもらうっていうこと。なるほどねって。そうです、そうです。なので今から一人ずつポストオフィスを確認してもらって、みんなが何体ぐらいキャラがいるのかとか、何がいる、選ぶのに困るわ。はい、入り帳から見ていい？だから今持ってるキャラはダメ。ポストオフィスに入ってるやつ、はい、この前俺回収しちゃったんだよね。はい、見ていきます。何のキャラがあるかなって。みんな勝ったかも。タイタンクロックマンがいる。撮影頑張れって。俺タイタンクロックマンもらえてるわ。ブーブーブーって。ありがとう視聴者。はい、まず1体目タイタンクロックマン。タイタンクロ、待って、シールドカメラマンもいる。これシールドカメラマンも強いっていうね。シールド、何があるかなと。あ、アップグレードタイタンカメラマンもいる。はい、これもね、ちょっと使いましょうか。はい。フロスト DJ あんまりなイメージだな。ロケットカメラマンって何？初めて聞いたね。あ、ラージレーザーカメラマンもいる。待ってみんな。お、基本揃ってるぞ、全部。グリッチカメラマン。やらせだーって。やらせじゃねえよ。お、カメラアタックヘリコプターとか。ロケットカメラマン使ったことないから、このキャラ使おうか。カメラヘリコプターにしましょうか、皆さん、じゃあ。わ、カメラアタックヘリコプターも欲しい。じゃあ皆さん、カメラヘリコプターにしましょう。はい。僕、決まりました。じゃあちょっと装備していくね。はい、皆さん、この答えです。僕、これでいこうと思います。じゃあ次に、じゃあ弟くんいこっか。弟くん撮影の参加率高いから、比較的もらってるんじゃないんですか？え？って。どのぐらいもらってるか見てもらっていい？今。ゼロとも書いてないですって。もらってないってこと？おい、視聴者、違うよね、弟くん。多分違くない？お前さ、もらってたじゃん、過去に。もらってたけども、回収してるんじゃないの？エンジニアに溶けたって。あー、もらったやつが全部エンジニアに溶けちゃったんだ。シニスター TV ぐらい。あ、じゃあ弟がシニスター TV でいこうか。ニットさん。ニットさんはもうすでに回収したんだよね。今つけたやつ。はい、いきます。お、これなんだっけ？キャラクターの名前。バットカメラマンだっけ？あとサンタテレビと、なんだっけこれ、カメラスパイダーだっけ。はい、の3体ですね。ちょっと名前間違ったらごめんなさい。あ、悪くはないんじゃない。デュアルバットスピーカーマンだって。サンタテレビマンがいる時点でラッキーって感じじゃない。俺の装備見て、ほら、サンタテレビいないからね。はい、ニットさんこれでいってください。じゃあ弟くんがシニスター TV だね。シニスターも強いからね。じゃあラドンくん、ラドンくんなんか顔どうしたっていうね。もう、はい、もう原型とどめてないんですけど、ラドンくんの。ラドンくんなんかもらえてる、視聴者に。わーって、ちょっと見てみて。何件？ゼロ。はい、じゃあ、たぬきち。うーって、どうたぬきちくん。来てる。え？お、なに来てる、来てる？マジで？たぬきちに来てる？ラドンくんには来てなくて？たぬきち1ヶ月撮影参加してなかったのに？で、ラドンくん1ヶ月間撮影来てたのにゼロなの？あれ？あれ？ラドンくんなんで来てないの？あなた。え、たぬきち何が来てましたか？これはもしかして、ナオくんのお箱じゃない？これ名前なんだっけこれ。あ、メカカメラマンだ、メカカメラマン。ラドくん何回も確認してもダメだよ。ラドくん、多分それが現実だよ。現実見よう、ラドくん。届けにスワンコさん。あー、もうよかったね。スワンコさんって人からもらえたんだ。やったじゃん。よかったね。もらえないとこだったね。じゃあゼロ、実質ゼロね。あー、よかったねって、うん。初猫さんから来た、ラドンくん。え、何が来た？何のキャラが来たのか見てみようか。ちょ、装備できる？ラドンくん、装備。ターキーだって、ターキー。ターキースピーカーマンか。おー、いいんじゃない？めっちゃ優しいじゃん、その子で。で、ターキースピーカーマン、強いんじゃないの？ターキー。イメージ。カサくんは？カサくん。見てみて。ゼロ。はい、カサくんもらえなかったんだ。
タツネコさんとかさ、スワンコさんからもらえてないね。はい、カサ君ゼロ。もういいっす。カサ君ゼロ。コマンダーはコマンダー。コマさん。いやー、選ぶのに困るなーって。お !5 体以上あるってことですか？うん、ゼロ。あー、コマさーん、もうなんでくれないんや、視聴者。ね、均等にあげなよ、動画班にね。あの、かわいそうでしょ。あまりよ。コマンダーとカサ、さらに、タヌキチ、ラドゼロだって。え、スワンコくんもゼロ？いるかって。うん、スワンコくん見てみてよ。来てないの？おーって来てる？ビジールデカペ、ゼロですね。はい、僕とニットと、弟くん以外届いてません。だからあれから全部リリチオに代表して送ってんのかもしんないね。リリチオさん渡しといてくださいみたいな感じなのかもしんないんで、もらってない人、コマンダー、もらってないメンバーは初期キャラ、カメラウーマンかスピーカーマン。スピーカーマンでいいじゃん、スピーカーマン。ね、スピーカーマン一体。いい？そうそう、それ。ね、ありがたく思え。一体しかいないじゃんって。そう、はい。ということなんで、じゃあメンバーを発表します。まず1回目が、僕、ニット、ラドン、カサ君、スワンコでいこっか。で、2回目が、僕、弟、タヌキチ、コマンダー。ということなんで、じゃあ行きましょうか。じゃあ1回目の方、え、難易度どうする？ハードにしよっか、ハード。ハードが一番無難だと思う。ナイトメアはね、難しすぎるの。だから、どんなにキャラ強くても無理だから、ハードクリアできれば、まあまあいいんじゃない？うん、視聴者からもらってありがとうって感じになるのかな。ただ皆さん、問題点がいくつかあって、僕、今回サンタテレビがいません。はい。サンタテレビがいないので、それがどう影響してくるのかっていうことですね。とりあえず皆さん、僕はカメラヘリコプターを後ろから置いていきます。これがまあ僕にできる精一杯のことかな。とりあえず、序盤がね。よえあさ、お前頑張れ、もっと。なあ、お前、アンブレラ傘って名前が、多分ね、ややこしいんだよ、きっと。名前むずいから一回送らなくてって感じになってんじゃない？大丈夫？なんかそうなってるんじゃないんかな？ははって、ははってなんだお前。お前、ミッキーマウスになってるんか、お前。いいな、ニットさんはサンタテレビマンもらってて、ね。で、これが、ほら、デュアルバットですね、ニットさん。はい。やったーって。ニッちゃん、地味にファンが多いんだよね。地味には失礼か。うん、地味には失礼だね。地味って。やっぱ口調が激しいから、ちょっとやっぱニットさんにいじめられたいとか、罵倒されたいみたいな視聴者が多いっぽい。だニットさんにきつい言葉言われたいんだろうね。女王様みたいな感じで見られてるイメージ。ニット様みたいな視聴者から。ニットちゃん可愛いとかじゃなくて、ニット様みたいな感じ、イメージ的に。まあ悪くはないんじゃないか、全然。ちょっとみんなオートスキップ止めない？あれみんな、ただでさえさ、みんなキャラ弱くて強化できないのにさ、お、無理に決まってんじゃん。ねえ。あなたたち無理だよ。ちょっと。夢見すぎない方がいいよ。オートスキップでいけるほど甘くない。ほら、もう来てるもんだって。もうすでに来てるもん。ほら、待って、あとさ、バット、まあ、倒せてはいるけどな。ちょっと厳しいんじゃない？いけるいけるって。だからみんなキャラ強化しろよ、キャラ強化。どんどんな。いいな。で、カメラヘリコプターが確か2体までしか置けないんだよね。だから置けないんで。ってなると、お金貯めるか、この安いキャラ置くかだね。このさ、タイタンクロックも無理だよね。レベル3までしか上がりませんって。まさかとか、スワコこうおすすめ言おうか。この合流ポイントに置いた方がいいよ。これ、片方しか入れてないよ、ほら。もう片側が全員なだれ込んできてるよ。だからキャラ売ってどうせ安いんだから。このデュアルバットがあるところに大量設置した方がいいかもしんない。ただみんな、もう来てるぞ、もう来てるぞ、敵、後ろに。後ろから敵来てるぞ。止まんないよって。もうやってきてるぞ。中間地点に置いていけ。じゃないとほら、やられてるぞ、敵来てるぞ、敵来てるぞ。で、どうしよっかな。これ、シールドも置いちゃうか。シールドおやつ、意外に強いでおなじみシールドですね。ちょ、キャラ置こっか。じゃないと、やり過ごせない気がするね。あ、待って、やれてるくない？ほら。やっぱみんなそうだよ、ほら。スピーカーマンでゴリ押すんだよな。多分、オートスキップ大丈夫なはず。今、5体しかいないから。ほら、いけてるいけてるいけてる。はい、今日か。シールドね、地味に強いんで強化していくよ。数増えてんな、いきなりな。みんなスピーカーマン大量設置しろ、スピーカーマン。ひたすら置きまくれ、スピーカーマンを。それしかない、みんなは。ちょっときつくなってはきてるが、今日かと。で、さらに、ロケットランチャーも置いてやっていいかもね。置いちゃおっか、ここに。ロケランが置けると、ここだね。はい。ロケランも置くね、俺。よし、いいぞ、頑張れ、ロケラン。クールダウンがね、そう、いいぞ。あ、結構ロケランも強くない？やっぱね、こういう企画していいことがあるんですよ、視聴者の皆さん、動画班の皆さん。やっぱさ、普段使わないキャラを使うきっかけになるのね。やっぱみんなさ、固定概念とらわれすぎ。
ね、やっぱりタイタンクロック、やっぱりアップグレードタイタンシネマとかね、固定概念にとらわれたキャラ編成するから、あの視野が狭くなるんですよ。あのね、可能性を広げた方がいいんだよね。そう、ということでどんどん皆さん置いていきましょう。これただちょっとみんな数が増えてきてるな。みんなオートスキップ止めよう、オートスキップ止めよう、一回止めよう、スキップ。きつくなってきてるんでストップしました。で、ここ強化だね。さあ、多いな数、減らせるか。なるべく減らしてけ。はい、シールド強化。さあ、12ウェーブまでは余裕そうだな、今んとこ。一応やれてはいるぞ。ただほら、こういう強いキャラがちょっと対応しきれてないのかなっていう感じですね。クールダウンちょっと減らしたいの、もうちょっと。で、みんなオートスキップしよう、キャラ減ったから。え、ロケットランチャー強い。でかいやつが止まらないだって。いやー、やっぱきついかな。でも一応さ、後ろからさ、カメラヘリコプターで追撃していってんの、ほら、数で追撃してるから大丈夫なんじゃないのかなって気はしてる。ボストエレとかはあれやってくんの、攻撃して止まったりするからね、味方がね。そこがちょっとネックって感じ。いやー、このボストエレの数えぐいね。金貯めてタイタンクロックかもね。アップグレタイタンカメラとか置いた方がいいかもな。で、強化していかないとちょっときついかもな。でもやっぱカメラヘリコプターの強化も大事だから、これもやっていくわ。ほら、ちょっときつくなってきてる、きつくなってきてる。うわー、やばいかも。みんなやばいかもしれん。後ろラドン君のターキー強化した方がいいんじゃない。ラドンターキー強化もありかもね。さて、これ800強化、 OK。 うわー、きついか。いや、いけてるいけてる。よし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 、耐えた耐えた耐えた。そっち大丈夫、みんな大丈夫。ちょっとボスが強いな。ちょっとこれやれるかな。さあ、皆さん、あのボスが一切倒せてない。だからさ、まだ俺らってさ、決定打に欠けてるんじゃない。このキャラがいれば倒せる。もうやめましょうよって。救世主呼ぶわ。はい、救世主。アップグレータイタンカメラ、僕たちの未来を変えてくれるのか。強化されないと弱いです、ぶっちゃけ。やばい、みんな絶望の戦いが始まったかもしんない。無限ラージトイレだ。もうこれ無理かもしんないぞ、俺たちも。おい、大量のボストイレとかがやってきてるんだって。かといってさ、後ろにリソース避けないもんな。じゃあ俺がやるしかないか。カメラヘリコプター俺が強化するしかないわ。もう置けないって。ちょっとみんなさ、後ろなんとかなんない。後ろ多分ニットさんとかじゃない、多分キーマンが。ニットさんが後ろの方置くしかなくない、キャラ。多分無理だよ、ほら、この大量のボストイレをスピーカーマンだけでやり過ごせれねえんだよ、多分。もう無理なんだって。ちょっときついから、もう限界点来ちゃったか。さあ、強化。一応アップグレータイタカメラで強化はしてる。けど、ちょっと無理かも。きついかもしれない。いやー、これきつい。みんな、救世主やってきた。僕たちはまだ負けない。いくぞ、みんな。ここで救世主。タイムストップ。与えろ、今のうちにみんな。これ使ったら5分間は使えないぞ、5分間は。はい、誰も倒せんっていうね。うん、敵がまともに倒せないっていうね、これ。うん、どうなってんだっていう。見て、これダメかもしんないぞ、これ、ちょっと。ロケラン置くしかないですな、みんなの衆。はい。ロケランでやり過ごすしかないか。いやー、でもきついか。いや、ちょっと待って、みんなこれ無理かも、後ろ。いや、ターキーが頑張ってくれてる、ターキーが。よし、ラドンのターキーキーマンだよ、これ。ターキー強化したらめっちゃ強いからね。うわー、これごめん、無理かも、無理かも、死んだかもしれん。頑張れ、耐えろ耐えろ耐えろ、耐えてくれ、頼む。何も置けなくて、意味もなく金が溜まっていくだけ。あー、あのね、動画班頑張ろうってなったでしょ。俺ももっと撮影とかに参加して視聴者からプレゼントされるように撮影頑張ろうってなったでしょ。今回の逆に反面教師にして頑張ってほしいね。あー、いっぱい撮影参加して名前覚えてもらわないといけないんだ。うんってなんだお前。これでいいんだっけ、編成って。なんか、えらい強くなってるよね、コマンダー。お前大丈夫か、お前それ。あれ、おかしいな、なんか、明らかにキャラが変わってるよね。なんか、最強キャラが揃ってるぞ。ねえ、結論構成使ってるやついるんだけど、大丈夫？あれ、お届く、あなたもですよ。あなたも大丈夫？あなたも。総合的に見て、って、うん。全部もらいもろって。もらって、回収してってことね。まあいいよ、わかった、許そうじゃ。あなた、許す、許す。うん、コマンダーは知らないよ。もうコマンダーは。コマンダーこれもらってんの本当に。あ、参考経由って。あ、じゃあいいよ。許そう、許そう。わかった。俺たちどこ行く？弟くん決めていいよ。クリアしたいね、せっかくならハードモード。目をつぶって、って、うん。行ったところね。ってわかりました。弟くんいいよ、目つぶって。じゃあ、お願いします。えらい歩き方うまいけどね、弟くんね。はい。まだまだね、まだついてないよ。ここって。じゃあ、パームパラダイスかな、一番近いところが。さっきやったわ。
お前さっきやったんよパンパラで、お前それ以外にしろお前。ここはい、ここはい、デザート行きましょう。じゃあいけるかな、ここのハード。ガチでクリアしに行こうね。え、俺たちならクリアできるってことを証明してやろうぜ。 AOE がいる。アプカメが AOE か。あの範囲攻撃できるんだっけ AOE って。違うっけ AOE って何、結局なんか二重三重構造のやつ AOE って、もしかして。あーなるほどね、一箇所に集めたらキモいほど削れる。だから AOE のキャラをこの弟くんがいるところに置いていこうか。お金が貯まったらね。序盤はちょっとないからね、仕方ないんだけど、一旦はみんなこんな感じで置いていくわ。やっぱね、カメラヘリコプターはこれ優秀です、これ絶対これ優秀ですよ、これこの時点絶対置いた方がいい。ただね、サンタテレビ、ほら弟くんとか持ってんじゃん。あの俺とか持ってないからね、お金がすごく貯まりづらいんですよね。さあ、これがタヌキチさんがもらったキャラクターです、メカカメラマン。これね、強化したら強い、タヌキチさん。これ強化したら、あのナオくんのお気に入りキャラだからね、これナオくんのお気に入りキャラ、どんどん強化していった方がいいわ。さあ、これ序盤部分で結構苦戦されてるので、じゃあ前回で私、はい、ロケラン置いちゃいましょうか。はい、強い強い強い、範囲攻撃、はい、強化。そうだね、スワン国にありがとうって言っとけ。じゃあね、タヌキチ、お前もあのスピーカーマンだったんだよ。タヌキチくん、あなた1ヶ月間撮影来てなかったから、視聴者からも忘れられてんだよ。誰それみたいな感じになってたんだよきっと。おぞましいって、おぞましくはないだろ、至極真っ当のことだろ。40人の動画派いるんだからさ、それは来なかったら忘れられるに決まってんだろ。さあ、中間時で今んとこ10ウェーブ楽勝っすね。うん、やっぱ弟くんコマンダーが結構強いキャラ出してるからなのかもしんないね。今んとこ順調順調、この調子で進めていきたい。俺後ろから歩くやつしか出してないって、一旦強化でいいんじゃない。だからさ、途中からさ強化してなかったら、あの意味がなくなるんだよね。フル強化が絶対前提条件かもしれん。ほら見て、タヌキチ、範囲バカ広いぞこいつ、多分このキャラ。ほらもう与えてるもんな。タヌキチ、あれ2体目出してったかい。2体目フル強化したら、次2体目の強化入ろう。2体目の強化、さっきとは打って変わって余裕だな。まあはっきり言って、あのコマンダーと弟くんが反則みたいな感じだけどね、明らかにもらってないからね彼らね、ほぼ反則なんじゃないのかなって気がするんですけど、いやいやいやって。でもさ、面白いよね、あれだけさ動画かなんかで俺宣伝したんだよ、弟くん、あの撮影コマでお願いしますっていうのを動画に映して視聴者にやってもらうようにしてるけど、届かなかったんだ。そんなに30件は来た。え、30件来たろ、マジか。え、なんかいいコメントあった？アンチコメントはなかった？大丈夫？大好きですとか、うん、動画頑張ってくださいとか、うわめっちゃいいじゃん、気持ちかったって。またほら、ニチャーしてるんだよ、ニチャー。ね、うわ、俺有名人だみたいな感じのニチャーしてるんだよね。お、いいじゃないですか、それは。黄色い声援届くのいいね。さあ、皆さん、ひたすら金貯めます。どうしよっかな。え、弟くん？時止めるタイタンクロックか、アップグレードカメラマンどっちがいい？カメラの方がいい？了解。ここか。で、今日かと。さあ、あとはもう無限に。はい、レベル上げです。アップグレ、あー、でもどうしよっかな。待って、一応カメラヘリコプターマックスにしよっか。でもさ、どうなの？コマさんとかさ、タヌキチとかさ、ファンは認知してるの？例えば、ペアパヤとかはツイッター一切開かないから視聴者覚えてないって言うんだよね。ここにいるメンバーとかって視聴者のこと覚えてるんですか？動画のコメントしかり、ツイッターとかで見たりするの？視聴者の投稿とかは。どうなんですか？あ、タヌキチはちょっと覚えてるんだ。何それ、イラスト描いてもらったみたいな？あー、コマンダーはツイッターめっちゃ確認してるぜ、なんだね。タヌキチってイラスト描かれるっけ？あんま描かれてるイメージないんだけど。あんまり描かれない。あー、やっぱ撮影来ないからだよ。ね、だって他のメンバー描かれてるもん。他のメンバー描かれてるけど、やっぱ撮影来てないからだね。視聴者ってそういうのが露骨に出るんだね、本当に。だから描かれたら認知する。あ、逆にね。いいじゃん、視聴者タヌキチのことを恋してもね。いいじゃんね、タヌキチガチ恋勢が出てきてもね。いいよって、そうだよね。え、でもさ、待って、タヌキチさ、タヌキチのさ、ツイッターの名前ってタヌキチにしてる？ちなみに。お、タヌ、タヌって、あのさ、お前さ、動画でタヌキチで出てるわけじゃん。でもツイッター、おタヌタヌでしょ？そしたら、無理じゃない？だって。で、それは視聴者、絵描けないんちゃう？さすがに。おタヌタヌじゃ厳しくない？大丈夫？あ。はい、おタヌタヌの話をしてたら、こういうことになっちゃいましたね、皆さん。はい、おタヌタヌのせいです、これは。これもすべて、おタヌタヌのせいですね。戻ってこい、こら、おタヌタヌ。おタヌタヌ、いいか、お前、学習しろ。だから、そもそも、これ、表示名から間違ってんだよ。ほら、コマンダー X はコマンダー X じゃん。あの、タヌキチなのに名前、おタヌなんだよね。
で、ほら、弟も音、音にしてんじゃん。表示名はポンポコタルキチって。あの、ツイッターの。ポンポコいらないんだって。ねえ、ツイッターのポンポコいらないんだって、絶対。お前、わかんないじゃん、絶対。ポンポコタヌキチじゃ。なんでポンポコがいるの？意味わかんないでしょ。タヌキチでいいじゃん。いやーって。そのポンポコがいられんだよ。タヌキチだけだと、って、うん。検索した時に出てくるから友達にバレるって。じゃあなんでタヌキチで動画班入ったんだよ、お前じゃあ。お前、根本からおかしいだろ、お前。わかったよ、ということで。はい、そんなね、弟でバレるんだからバレるんだよ。そうだよね。あの、弟くんバレてんですからね。はい、ということで、皆さんよかったら動画班のみんなに送ってあげてください。好評だったら第2弾、第3弾、やっていきたいかなと思いますんで、よろしくお願いします。はい、ということで今日の動画終わりです。皆さんお疲れー。